ヤクミツルの秘宝館へようこそ。今日はちょっと常とは趣向を変えましてですね、ウクライナについてちょっと紹介してみたいなと思います。私ウクライナにはですね2016年に参りまして、ほんのもう駆け足の旅行だったんですけれども、それこそ戦争をやってる相手のベラルーシとウクライナとちょっと回ってきたんですが、その際にウクライナで、入手した、わずかばかりの、私にとってはもう宝になっておるんですが、ご紹介しつつですね、彼の地へ思いを馳せていただきたいなということでございます。この頃は盛んにね、ニュース等でも話題になっておりますから、もうこの国旗を見れば今もう誰もがねウクライナと分かる時代に、変なことからなってしまいましたね。国の形ももう皆さん覚えましたよね。私国の形グッズというのをね、集めておるんですよ。血まなこになって探すんですけど、これも貴重なウクライナグッズですね。これはねウクライナグッズ、今回の戦争の前にこのクリミア半島をね、奪われてしまいまして、今この東部のこの辺りを、勝手に独立させられてしまってという状況になっていますね。ウクライナの形、これが果たして全部回復されるのか、このクリミア半島を含めてね、これが世界の注視するところではあるわけですが、とにかく一刻も早くね、停戦が実現するといろいろですが、で何しにウクライナへということに、なるわけですが、実はこの時にですねチェルノブイリ、近頃故障がウクライナ語読みに改められましてチョルノービリですか、まだちょっと、言い慣れないところがあるんですが、チョルノービリ原発の、放射線封じ込めの作業というのがあの事故以来、ずっと続いていたわけですけれども、その現場を見に行けるようになったと、一般人でもですね、もちろん勝手に行っていいっていうわけではなくて、名前を、登録して検問を受けて、じゃないとどんなテロリストが入っていっちゃっても困りますのでね、厳重な管理の下で誤解をするということが始まりましてね、日本の旧ソ連圏に強い旅行会社がツアーを企画してくれましたので、これは行ってみてはならんということでね、チョルノービリ原発を見に行ってまいりました。さすがに中までは入れなかったんですが、もうごく直近まで見に行くことができると、もうだいぶ線量が落ち着いているということで当然見学を許されているわけですが、それでも一緒に同行した放射線量の専門家に寄せますと、ガイガーカウンターを持ってるんですが、これはまずいよまずいよってずっとその先生がおっしゃっていました。ごく短時間とはいえね、結構な量を被爆しているのかなと、しゃあねえかと、好奇心の方が自分の場合は勝ってしまいました。そういった状況もですね、今回のロシアの侵攻によってそれどころじゃなくなってしまいましたのでね、ましてあそこがこう攻撃の対象で、原発を追っている建屋が攻撃されたとかっていうことではないわけですが、管理をするさまざまな施設の方には被害が及んでいるということで、ちょっと案じているわけです。そこを攻撃して再び放射線が漏れるなんてことになりますとね、今攻撃している側のベラルーシやロシアにも当然影響がいくわけですから、なぜそういう自殺行為のようなことをね、自分たちの国にとっても、その侵攻している側にとってもマイナスだろうということをやるかなと思います。さあ、そのチョルノービリ原発、さすがにですねお客を入れてるとは言っても、まだ別に観光地化したわけではないですから、そんな中かろうじて見つけましたのがこのマグネットでございますね。チョルノービリ原発マグネット、冷蔵庫とかに貼るやつですね、いかにももうここから先は行けませんよというね、この放射線を表すマーク、なぜかこれが昼ご飯を食べた食堂で売っておりましたね。これだけでしたですね。何かグッズはないかと思いましたけどね、やっぱり当然そんなキャッキャ言って見に行くようなところではございませんから、本当に今これが案じられる。で皆さん、そのウクライナというとあまりこうイメージがしにくい、近頃はその壊れた破壊された矢波などがこう映っておりますよね。旧
ソ連時代に建てられたような中層マンションのようなものがずらーっとこう並んでいる。そこはどんどんこう攻撃を受けている。一般の民家はですね、まあ、ごく素朴なもんですね、まあ、土地が広いのでね、多くはまあ平屋の木造の家屋が少し郊外に行くと並んでいるんですけれども、何が特徴的だといって、あのウクライナからベラルーシの一帯というのはコウノトリの多産地なんですね。非常に愛されている。牧歌的な景色がウクライナからベラルーシのあたりにはまだ広がっているんですね。こう沿道を車で、それこそキーフからチョルノービリまでこう車で行く、だんだん郊外になっていく。そうしますと本当に民家の煙突の上とか電柱の上とかに至る所にコウノトリが巣を作っているんですね。そんなイメージがこれですね。これがウクライナで買った民家、屋根の上にコウノトリが営巣しております。なんせでかい鳥ですからね、はいはい、団長鶴ぐらいある大きい鳥が普通の野鳥としてこの人と一緒に暮らしている。コウノトリが普通に乗っかっている。これがウクライナの光景だと思っている。こんなところがボッコンボッコンやられてるわけですから、それは気をもみますね。カラカラ言ってるのですね。ピンバッジもございましたね。これも実は上に書いてあるのがチョルノービリとコウノトリの缶バッジですね。この上の黄色い文字がチョルノービリです、ね。はいはい。まあ、小麦畑が広がり、そしてコウノトリが住んでいて、そして首都のキーフには世界遺産にもなっているソフィア大聖堂なんていう非常に古いロシア正教会の建物なのかな、もあったりするというのは国なので、まあ、本当にもちろん人命は当然ですが、もう破壊されたくないという気持ちを改めて強く思いますね。ポーランドはじめ日本にも随分避難されてきた方もいるやに報道で聞きます。そういった方がこうね、まあ、この戦乱がですね、収束して元いたところに戻れるような日がいつになるか分かりませんけどね、まあ、壊れ方ですからね、復旧するにも相当時間がかかるとは思いますが、まあ、とにかく破壊活動をやめて、このウクライナにね、早く平和が戻ると良いなと、まあ、それをしでかしたのがこのプーチンですからね。このプーチンがね、早く改心をする。言ってみればこれまでこういった人たちはろくな死に方をしませんのでね、何か重い罰が下るということが望まれますね。ロシアの人も随分と悲しんでおられましょう。ロシアはロシアで言っているのでね、それをまた語り出すとちょっと趣旨からずれてしまいますんで、早くお前が、いつが面白いですよ、このマトリョーシカね。プーチンを取るとエリチンが出てくる。エリチンを取るとゴルバチョフが出てくる。ゴルバチョフを取るとブレジネフが出てくる。すごい。もう冷戦時代ね、長く君臨した人ですけど、それが出るとこれになると2じゃないとね、これはフルシチョフですね。名前は聞いたことがあるかもしれませんね。フルシチョフ、ソ連のね、フルシチョフを取ると悪名高いスターリンの暗黒時代、まあ、これとプーチンですね、悪いのはね。このスターリンを取るとレーニンだね。レーニンまで遡る。レーニン、この人がまあ社会主義の革命を起こしたわけですね。というような、まあひょんなところから近代ソ連ロシア史まで学んでしまいましたけどね、まあ、いずれにせよこの脅迫のプーチンが早く政権の座から引きずり下ろされることを願ってやまないわけです、というわけでね、今回はちょっと趣を変えまして、今戦火に見舞われているウクライナに思いを馳せてですね、その時に手に入れましたお土産を少しご紹介、方々ウクライナを語ってみました。また次回からですね、いつものモードに戻りたいと思いますので、また一つ登録の方よろしくお願いいたします。役でございました。